今なら空軍突撃師団が当たるドイツ軍師団全市解説最終回ハッチもあるよ。とうとう誰も知らないような師団を出してくるあたりさ終わりが近いな。なお次からドイツ軍歩兵師団編成解説全35種が始まります。早く第3次コンラート作戦解説をあげろ。はい、最終回最初はこちら、空軍野戦師団と空軍突撃師団。どっちだよ。空軍野戦師団は42年に空軍の余剰人員から編成された師団。戦争が長引き人的資源の枯渇が見えてくると、ヒトラーはゲーリングに空軍の余剰人員を陸軍に移譲するよう命じたが、モルヒネデブは彼に忠実な空軍兵が陸軍に毒されるのを良しとせず、代わりに陸軍の指揮を受けるが空軍の統制下にある空軍野戦師団を創設。コネによりこれら師団の装備は基本最新のものが与えられたが、人員は陸戦経験がなく最低限の訓練が施されて即座に前線を送り、そして何よりも陸軍の歩兵師団が歩兵3個連隊9個大隊なのに対して空軍野戦師団はわずか歩兵4個大隊と半数以下。通常の歩兵師団に対し、高射砲大隊と突撃砲中隊が含まれているため多少火力には優れていたがこれもあったりなかったり、砲兵も連隊が含まれているが1個大隊しかなかったりと充足率もまばら。こんなありさまだからどこでも攻撃を受ければ壊滅。チルカワに派遣された第7空軍野戦師団は戦車攻撃を受け初日で崩壊。部隊は第336歩兵師団の各部隊に分散配置された。第8空軍野戦師団はさらに悲惨で、前線に到着した時にはドイツ軍の戦線そのものが崩壊しており、撤退する部隊と合流することを期待して東へ進むが、ソ連軍の目の前で野営しそのまま野襲で壊滅。こんなありさまだから陸軍は空軍野戦師団のことをボロクソに評価し、第301戦車大隊所属のハインツ・プレンツリンは日記に次のように残している。我々には空軍野戦師団の中隊が割り当てられた。言わんども戦車で突破口を開こうとしており、我々はこれを迎撃した。トラックに積んだ、ゴリアテ、を使用し、その戦果は上々だった。ゲーリング、の親衛隊は逃走し、老人、は激怒した。我々は彼らが置いていった自動小銃、機関弾銃、機関銃を回収した。私たちの機関銃が MG34 だったのに対し、彼らのものは MG42 だった。なんか珍兵器出てきたんだけど、ウィキマルコピー化量産クソ動画の見すぎだ。支援がすごい。まあ、ゴリアテについてはそのうち、現場兵士からしたらすぐ逃げて装備だけ置いていくような存在。上からしたらすぐ配送するからまとめて運用するとそこが戦線の穴になるので、ヘルマン・バルクは、空軍野戦師団はゲーリングのおもちゃに過ぎない、とボロクソに評価している。なんかバルクさん出番多くないっすか。で結局この師団は22個創設されたが、壊滅したり解散したりと最終的に東部戦線に残った12個師団は3個の空軍突撃師団に統合される。がこれは実施されず、最終的にヒトラーの命令で43年9月に全師団陸軍に移管され、全師団消滅。隊員25万人のうち、1年足らずで9万人が死傷した、終わり。はい次、高射砲師団。高射砲だったり対空機関砲だったり対空機銃だったり小空砲だったりが入った連隊を何個か含んだ師団。その任務は主に用地防衛、なので空爆しに来た飛行機を撃ち落とすのが仕事。と思いきや東部戦線に配備された師団に関しては戦車を撃つことが多かったり、ゼイローにいた第23高射砲師団とかに関しては戦車数百両歩振ってるし。はい次高射砲小空砲師団。なんでこいつかたくなにサーチライトって言わないんだ。文字通り小空砲がいっぱい入った師団、ただ42年7月に戦術が変更されたために2個あった師団は解散、配下の小空砲は各部隊に分散配置された。はい空軍はこれで終わり。と思ったけど降下装甲師団と降下装甲敵弾兵師団とかいうゲテモノが残ってたわ。は、名前に反して空挺降下しませんってかできない。空軍所属の戦車部隊ってなんだよ。部隊自体は戦前からあったゲーリングの護衛隊で、西部戦線など各戦線を転々とし、クレタ島の戦いの後には降下傭兵を組み込んで部隊を師団に拡大。そしてなぜか装甲師団として編成されなんなら陸軍から戦車兵を引き抜いた。ただ惜しいことに編成完了前に戦闘準備を終えた戦闘団がアフリカに送られ、ここで精鋭らしく活躍したがその人員の大半がアフリカ軍団の降伏に伴って消失。本隊はイタリア戦線で連合国に多大な出血をし、東部戦線でもその武勇を示した。名前と実力の差よ。陸軍の精鋭の戦車兵と空軍の精鋭の降下傭兵が一緒になってるんだから弱いわけがないだろ。
44年に姉妹師団である第2降下装甲敵団兵師団ヘルマン・ゲーリングが編成されて一緒にヘルマン・ゲーリング軍団として活動。ゲシュタルト崩壊してきた。少なくともこの2つの師団は終戦まで精鋭であり続けた。多分。多分ってなんだよ。ってことでこれで空軍は終わり、他に航空師団もあるがこれは航空機運用のあれなので動画の趣旨と違うため省略。という名の手抜き。では海軍の師団に入ろう。まずは海軍歩兵師団、これは第1、3、4、11、16の5個師団が編成されたが第11及び16は中編で挙げた通り連合国を騙すため、書類上にのみ存在し、実際にはないに等しい。で第1から3海軍歩兵師団は共に45年に編成され、人員の大部分は海軍の余剰人員、他は SS や壊滅した歩兵師団の残存兵、ヒトラーユーゲントやハンガリー兵などごちゃ混ぜであった。一応師団編成は国民的団兵師団に習ったが、通常の陸軍師団でさえまともに装備を揃えられないのにこれら師団は言わずもがな。満足にあったのは小銃とパンサーハウストだけ。戦車傭兵も名ばかりで対戦車砲なんざほぼなくパンサーハウストで武装した自転車乗りが主力。補給部隊もトラック不足で完全に麻痺していた。人事にも混乱が見られ、陸軍の将軍が指揮を取ることもあれば潜水艦乗りだった海軍大佐が指揮を取ったりと一貫せず。兵員も前述のありさまで砲兵との共同作戦を行える連動すらなく、さらに各戦線が逼迫していたため訓練すらできずそのまま前線に送られた。これら師団は局地的に小さな成功を収めることもあったが、その全てが終戦までに壊滅している。特攻艇に乗らされるのとどっちがマシなんだが。次、上陸師団。なんか上陸というより物資や兵員輸送に特化したような部隊かもしれない。ふわっとした説明やめろ。なんかこいつここで取り上げるべきか微妙すぎる。完全に物資輸送に従事しているのならまだしも上陸作戦にも従事したりしてる。ただ師団自体は2個あったが共に44年に解散、船を失った配下の部隊の人員は保安師団送り。失ってない部隊は引き続き空襲にさらされながら終戦まで物資輸送、重要な役割にもかかわらず日の目を見ない報われない部隊である。ってことで多分見落としがなければおそらく陸軍空軍海軍の部隊の紹介は全て終了。なのでここからは武装親衛隊の部隊。なのだが正直編成に関してはそこまで言うことがない。解説動画にあるまじきセリフ。編成自体国防軍のそれとそれほど変わらない。強いて言えばちょっと豪華なくらい。装甲師団ならば突撃砲大隊がついていたりネーベルエルファー大隊があったりなかったり。装甲敵団兵師団には高射砲大隊がついて突撃砲大隊があったりなかったり。山岳師団ならば装甲偵察大隊と戦車中隊と自転車大隊となぜか騎兵大隊があったりなかったり。正直基本は同じだがなんかよくわからん編成になってる。そして師団が38個と連隊が1個あるので全部やる時間はない。なので真実は君の目で確かめてくれ。クソすぎる。ちなみにシュベイド師団とかいう謎すぎる存在もあるがこれはまたおいおい。師団全史解説はこれで終わり、これで君のドイツ軍師団マスターだ。何一つ覚えてねえわ。てことで次は歩兵師団編成全史解説に移ります。さようなら。コンラートが先だろ。